で、ショートには高い壁がある巨打、まあ、彼に勝たないと一軍ではね、試合に出ることがまあ基本的にはできない。ビッグダディのたけしが決めるぜベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下なぎです。実際にキャンプに行ってきたたけしさんだからこそ話せる、うん、キャンプ注目選手について。お、期待の選手ですか。はい、ちょっとじっくりとお話伺っていきたいなと思います。たくさんいるよね。うん、まあやっぱりね、はい、注目と言われると一軍から話しますけども、はい、ネオ、ね、これがやっぱりいろんなところでね話題になってますよね。はい、大注目じゃないですかね今。うん、まあ本当にこのネオはさ、甲子園で大活躍して、うん、桐蔭高校 で、はい、で何者入りでねこのドラゴンズに入ってきて、久々に超スーパールーキー高校生抽選でね与田監督が当てて、はい、まあ、入ってきて期待されたんだけども、まあ、そういう中ではこの期待度はね、うん、入ってきた時と変わんない。やっぱりバッティングに関しては素晴らしいもん持ってると思います。だけどこれが結果がどうかって言ったらまだ結果がついてこないというところで、まあ、ドラゴンズファンの方はやきもきされてるんですけども。そうですね、まあ、これも再三言ってますけど、うん、まだネオって3年目なんだよね。そうですよね、うん、だけどあれだけの高校の活躍したから、ね、すぐ一軍で活躍できるだろうっていうふうに思われてる方たくさんいらっしゃるけど、はい、そんな甘くないから。プロ野球の世界はそんな甘くない。あのバッターは特に、はい、なかなか出てくるの難しいよね。まあ、確かにねスワローズの村上とかね、2年目で30発打つとか、そういう異例な選手もいますけども、はい、でもやっぱりまずは4年しっかり地盤固めして、まあよく言われました、大学卒業して4年でしょ、で22、ね、そのぐらいはしっかりやって、そのぐらいから一軍に出てこれる選手になれるといいねっていうね、これって昔はそうやって言われたんですよ。まあでも今はその高校レベルがもうめちゃめちゃ上がってるから、選手の1年目からこうね一軍に上がってくるの多いんだよね。いや僕にしてみたら考えられないよ。昔のたけしさんが現役時代には全然無理、3年目4年目でも全然無理だったもん。ああ、そうなんですね、うん、だけどそれはやっぱりこのね、アマチュアからずっとやっぱりこう今指導のレベルも上がって、そして何よりもさ今選手体大きいでしょ、体格がいいのよ、はい、そういう部分で早く一軍に上がってこれるようになった。まあ、その中で、まあ、ネオはね、まあ、一生懸命キャンプで頑張ってますけども、まあ、ネオのが今年はもうショート1本でいくと、いうことをもう言って、今ショートしかやってない、はい、でショートには高い壁がある巨打っていう選手がいて、まあ、彼に勝たないと一軍ではね試合に出ることがまあ基本的にはできないっていうことなんですけど、じゃあどうやったら強打に勝てんのってことなんですけど、率直に言うとめちゃめちゃ打たないと一軍のショートは取れない。そこがちょっと要になって、ここがもうネオがレギュラー掴むポイントじゃないかな。まあ、ディフェンス能力っていう部分に関してはやっぱり強打は素晴らしい、で球界でもトップクラスのやっぱりショートストップのねディフェンス能力を持ってる。やっぱりネオっていうのは今現時点ではやっぱりまだまだこう守備に対しては不安、はい、となるとじゃあ監督はどっち使うって言ったらなかなか強打外すことできない。そうですよね、うん、じゃあネオが強打を差し置いて出るって言ったら強打よりも相当打たないと出れないってことだよね。それがなかなかね、うん、いやでもねこれはねできる可能性は十分あるんだよね。それだけのセンスを持ったバッターなので、うん、だけどそれがまだ開花してないっていうところが今の現状かな、うん、キャンプで実際に見てどうでした、うん、まあ今それこそ立浪塾でねずっと付きっきりでやってますけども、はい、それはもうまだまだですよ。まだまだ直せる分もまだ、それは京田さん相手にもしてくれませんよ正直言ってね、ちょっと辛口にどんどんなってきちゃったけどさ、俺さ、いいですよ、滝渋しんでてきました。いやもうそれはねまだ京田、はい、後ろ勝って振り向いてないね。京田、ま、がね、あ来た来た来た来てるなってこうやってね、うんうん、見る形にはまだ全然なってない。それ京田もバッティングに関してはかなり改善しなきゃならないけども、うん、でもまだ京田はライバルと思ってないな。いやなるほど、まだまだ距離があるってことですね。選手は本当に感じるから、はい、あそろそろ来たな、やべえなって、ね、すぐ分かるから、やってたら、ね、だからそれが京田がまだ思ってないっていうところが、うん、ネオの今の現状ですよね。うん、でもバッティングの一つ二つね掴めばね打ち出すと思う。今、うん、一生懸命キャンプでね練習してる、うんね、これをものにできるかどうか、うん、もうそれはねコーチがいくら教えたってダメ、
自分で、そう、自分自身で頭で要請教わったことを理解して、うん、もし教わったことがいやこれはちょっと俺には当てはまらないなっていうことをこうやって捨てていく、うんうん、そこで最後は結果を出すということだよね。これができればいいけども、うん、今なおの状況ではまだまだドラゴンズのショートのレギュラーっていうのは取れないかな。こう武井さんが実際に根尾選手見てなんかここ直すべきだなっていうようなポイントだったりとか、まあもう一番はタイミングの取り方、タイミングの取り方がもう非常に悪い、うん、バッティングしててもバラバラ、これを自分のやっぱりあのしっかりテイクバックを引いたところで、はい、1回あのトップを作ってから打ちに行くっていう、これで1回の動作で終わってくれるけど今2回やっちゃってるんだよね、1、2って、はい、ここがねあのやっぱりまっすぐ変化球のタイミングが合わないところなので、バッティングが1回引いたら1回で終わるっていう形はできるようになるとだいぶ変わってくるんじゃないかな、うん、これはもうネオもこう頭で理解できるようになってきたからね、ここを改善してまた実践で結果を残してほしいかなと。なるほど、でもまだまだこう成長がね期待できるということで、いやいやいや、もう伸びしろ十分、はい、うん、ここで頭打ちだったら残念ながらネオはもうダメですって言うんだけど、伸びしろ十分だから、うん、あの期待しましょうよ。はい、なので注目選手ということで、はい、ネオ選手について伺いました。ありがとうございました、はい、今日はですね、はい、岡林抜群にいいね、彼は天才では僕ないと思う。石川と比べると大好きな野球の話をお届けするため山崎武史チャンネル始めました。ぜひ見てください、登録してね。